こんにちは、りゅうやです。今回は TOEIC 初心者大学生必見600点取るために最初にやるべきこと4選というテーマで話をしていきます。 TOEIC の勉強これから始めたいけど何したらいいかわかんない、こういうことってありますよね。就活などのために600点以上を目指して頑張っている方もいると思います。600点というのは正しい方法でアプローチをすれば誰でも短期間で達成可能です。ですが、この方法を知らずに損をしている方も多いです。ということで、今日は TOEIC600 点取るために最初にやるべきことについて解説をします。この動画を見ると、TOEIC 初心者の方が600点取るために最初にやるべきことがわかります。そして、短期間で600点を達成できるので、ぜひ見てください。ちなみに僕は普段 Vlog、TOEIC、英語に関することを投稿しています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ということで、600点取るために最初にやるべきこと4選に入りたいと思います。600点取るために最初にやるべきことその1、単語をやる。これです。これは実際最重要だと思います。まずは単語をやってください。また、単語が分かることによって大まかな文脈も分かったり、文章を読むスピードが上がります。これは200点台の時に僕が一番感じたことです。単語を正しい勉強法でやれば確実に早く点数が上がります。ですので、まずは単語をやってください。そして勉強法は過去の動画に上げていて、詳しく見たい方はこちらの動画を見てください。概要欄に貼っておきます。簡単に言うと、1日100単語を6日間続けてください。これをやれば嫌でも覚えます。詳しいポイントはこちらの動画を見てください。教材は600点を目指す方は銀のフレーズ、それ以上を目指す方は金のフレーズを買ってください。こちらも概要欄に商品のリンクを貼っておきます。もう一回言いますが、単語は実際最重要です。試験の日まで1日欠かさずやってください。そうすれば点は上がります。600点取るために最初にやるべきことその2、文法をやる。まずは英語の土台となる基礎の部分をやってください。この基礎の部分をやることで、すっとリスニングが理解できたり、リーディングですっと意味を理解できたりします。文法をやることによってパート5の点数だけが上がると思う方もいると思うんですが、文法は基礎の部分なので全てのパートに意味があります。大学の受験なので、もうすでに英語の文法を理解している方はいいんですが、僕みたいに受験をしていない方、もしくは忘れてしまった方、ぜひ文法をやり直してください。僕は受動体とか完了形とかすらも全くわからないくらいだったので、文法は本当に大事だと思いました。しっかり主語とか動詞が取れるようになってくると、問題を解くスピードも速くなるので、ぜひ文法を勉強してください。おすすめの教材は中3英語を一つ一つわかりやすくという本です。こちらも概要欄に貼っておきますので、文法を学びたい方はポチってください。600点取るために最初にやるべきことその3、TOEIC のテクニックを知る。3つ目は TOEIC のテクニックを知ることです。ここでいうテクニックとは、例えばパート1では問題の指示が読まれている時に6つの絵を見て何が言われるか予想するとか、パート2では全集中水の呼吸、最初に全集中をするとか、パート5ではまず選択肢から見ようなどなど、TOEIC の試験に関するテクニックです。これらのテクニックは知っているか知っていないかで点数が変わります。TOEIC は英語の聞く力、読む力の英語力を測るテストです。ですが、テストなのでやはり試験に沿った対策をすることで点数が上がります。純粋な英語力だけでテストに挑むのは非効率です。このテクニックを知らない方はまずは知りましょう。例えば、テクニックを知らなくて英語力が400点ある A 君と、TOEIC のテクニックを知っていて英語力が400点ある B 君がいるとします。そしたら B 君の方が当然本番で自分の力を発揮することができ、当然スコアは高くなります。この差は知ってるか知っていないかの差です。パートごとにテクニックがあるので、ぜひ確認してください。このテクニックについては記事を見つけたので、概要欄にリンクを貼っておきます。もしくは僕のインスタなので、個別に DM などをしていただければ丁寧に答えますので、連絡をお待ちしております。もちろん YouTube のコメント欄でも OK です。TOEIC のテクニックを知っているだけで点数が上がります。知らないと自分の英語力を存分に発揮できないし、非効率なので、TOEIC のテクニックは点を上げたいなら知っておきましょう。600点取るために最初にやるべきこと、その4、模試をやる。公式問題集を買って家で2時間本番同様、模試をやってください。公式問題集のリンクはこの動画の概要欄に載せておきます。模試をやった方がいい理由は2つあります。1つ目、自分の現状の点数を知れるからです。自分の現状の点数を知ると計画が立てやすいし、モチベーションになります。いつまでに何点上げようとか、そういう計画が立てやすいし、そっちの方がモチベーションも維持しやすいです。自分の現在のレベルを知らずに2ヶ月後のテストをとりあえず受けてみるのと、現在400点だから2ヶ月後に650点取ろうと決めて勉強するのでは後者の方が計画もしっかりしてるのでモチベーションも続きますし維持しやすいです。結果も早く出ます。ですのでまずは模試をやって現状の点数を知りましょう。模試をやる理由2つ目、テスト慣れすることができるからです。TOEIC は2時間という長いテストです。模試をやることによってテストに慣れることができます。具体的に言うと2時間というテストの集中力、体力、タイムマネジメント力、自分の英語力を2時間の中でいかに発揮できるかをつける能力、こういうのが模試をやることでついていきます。先ほど言ったようなテクニックもこの模試で実践できるので自分に合った試験のやり方も見つけることができます。2時間通して模試をやっておらず試験慣れができていないために本来600点取れる人が本番でやらかして500点台になってしまうかもしれません。これは一番もったいないし一番あり得るケースなので模試をやりましょう。また模試をやる際のポイントが3つあります。1つ目、必ず2時間連続でやってください。途中で休憩などはしないでください。模試をやる時のポイント2つ目、マークシートを用意してください。これも本番を意識してしっかりとマークシートで準備をしましょう。模試をやる時のポイント3つ目、イヤホンでやらないでください。イヤホンでやると音声が非常によく聞こえます。ですが実際の本番ではスピーカーで流れてきて席によっては聞き取りづらいこともあります。そういうことを想定して練習をしっかりしましょう。模試をやって自分の現状の点数を知ること、そしてテストに慣れておくことで本番でより良い結果が出せます。はい、ということで今日のまとめに入ります。今日は TOEIC 初心者大学生必見、600点取るために最初にやるべきこと4選というテーマでお話をしてきました。最初にやるべきことその1、単語をやる。単語は最重要ですので今すぐにでも教材を買って始めましょう。最初にやるべきことその2、文法をやる。英語の基礎の部分であり理解することでリスニングなどよりも効果があるので文法がわからない方はしっかり勉強してください。教材は概要欄に貼っておきます。最初にやるべきことその3、TOEIC のテクニックを知ることです。テクニックは知っているだけでスコアが上がります。純粋な英語力だけで TOEIC をやるのは非効率なので試験で実力を発揮できるようにテクニックを知っておきましょう。最初にやるべきことその4、模試をやる。模試をやることで自分の現状の点数を知ることができる、試験慣れをすることができるからです。スコアを上げるために模試を公式問題集でやりましょう。概要欄に貼っておきます。ということで以上が最初にやるべきこと4選です。現在600点以上を目指して勉強をしているあなた、これから TOEIC の勉強を始めようとしているあなた、ぜひこれを参考にしてください。僕も800点台目指しているので一緒に頑張りましょう。モチベが落ちた時は息抜きに他の動画も見てください。ということでこの動画が良ければチャンネル登録、グッドボタン、コメントお願いします。 SNS 概要欄に載せてますのでぜひ覗いてください。質問とかもあればコメントかインスタの DM で受け付けております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。